1967年、ある科学実験の失敗により、この世界は大きな被害を受けた。人々の肉体と意識が溶けて固まったボイドが地球上を覆い、あらゆる物体が消滅してしまったのだ。しかし、ボイドで発見されるマトリョーシカから人間を再生できる技術を開発した。我々はボイド上で活動を行うための生命体、プロジェクションクローンを生み出し、人類復活計画を開始した。プロジェクションクローンである諸君は、各地に点在する町の維持発展に努め、町の人口を指定した人数まで増やしてほしい。普段姿は見えないが、同志たちも共に活動に勤しんでいる。では基本的な活動について説明しよう。まず、町を発展させるためには資源が必須である。たとえ何もないような町でも、必要最低限のツールは支給している。各自準備を整え、ボイド上に存在する島へ向かい、資源を採掘せよ。ただし、町の周りのボイドは非常に不安定なため、諸君には移動手段として公共バスを提供する。島へ到着した者からピッケルやシャベルを使用し採掘を始めよ。島ではメタル、石炭、食料などの資源が確認されている。諸君は明かりのない場所では存在し続けることができないため、暗闇には十分に注意してほしい。島に生息している光を放つキノコやハンドライト、携帯ライトを持ち歩くように。なお、暗闇で消費した体力は食料を食べることによって回復する。島で発見されるマトリョーシカは、我々が最も大切に扱わなければならない人類そのものである。壊れると二度と元には戻らない。慎重に運ぶことを徹底せよ。集めた資源は皆の共有物である。同志と協力し、町へ持ち帰れ。その際、バス乗り場付近に資源を集めておくと、バスの荷台に自動で積み込まれる。島から持ち帰った資源は資源置き場に搬入することで町の所有物となる。町の施設や設備はその資源を使用し、万能工作台で作ることが可能である。では主な施設について簡単に説明しよう。町の施設は全て電力で稼働する。まず人力発電機を建設し、電力を蓄えよ。人形変換機はマトリョーシカから人間を再生する重要な施設である。ここで再生した人間はこの町に住む大切な人民となる。さらに宿舎を建設することで、より多くの人民が住めるようになる。なお、電力や食料が不足すると町の人口は減少してしまうため、注意せよ。特定の町において一定以上の労働が認められた場合、諸君は個人住居の建設ができる。さらに、個人住居を建てた町では市長選挙への投票、施設を解体する権利を獲得できる。タウンホールは資源の一つであるメタルを投入することで、より多くの施設を町に建設できるようになる。労働監査局は諸君の日頃の活動全てを評価し、評価に応じて配給券を支給する施設である。配給券はツール補給所で様々なツールと交換できる。ただし、重火器など一部ツールの使用については免許の取得が不可欠である。残念なことに、
一部のツール補給所所員からブラックマーケットなる不正市場への勧誘があったとの報告を受けている。正規では販売していない違法なツールを取り扱っているようだ。また取引には非正規の通貨である外貨が使用されているという報告もある。外貨の流通経路については現在調査中である。さらに外貨は様々な場面で賄賂として使用されており、一部の不良警察官が免許の交付と引き換えに外貨を要求するという事例が発生している。諸君はこのような不正な申し出に対して断固拒否することを肝に銘じてほしい。最後に、町は時としてイズベルグによって襲われ崩壊の危機にさらされる。攻撃を受け炎上した施設や設備は素早く修理せよ。そして町と人民を守るため同志と共に武器を取りイズベルグを撃退せよ。説明は以上である。しかし人類復活計画はこれだけでは達成されない。我々の求める活動は他にも多数ある。同志諸君は全てを捧げ目標達成のため活動に勤しめ、さあ新たな町へ移動せよ。人類の未来は同志諸君の活躍にかかっている。プレイステーション。